孫昌公の過去。東水の地で廉氏は術を解かれた。その後廉氏は妖魔軍の情報を探るため一人敵軍に残っていた。しかしそれもここまでである。この戦いで廉氏は討伐軍に戻る手はずとなっていた。過去は変わった。廉氏殿の術は解けている。うん、廉氏殿は機を見てこちらに着くはず。行くぞ、新たな未来を開くのだ。なんちゅう強さじゃ。とても人間だ。攻め立て、一気に突き崩すのじゃ。まずい流れじゃな。なんとか立て直したいが。よし、今よ、一気に敵本陣をつけ。清盛様のために死ぬ気で。もっとやめ、戻れ戻れ。目の覚める戦ぶり、お見事。
楽しんでってくれよ。チビザル、久しぶりだな。俺様がいなくて寂しかったか。せいせいしとった。お前がおると世の中騒動しくてかなわん。旋回に送り返したろ。やるじゃねえのよ。今日のところは退散してやるぜ。よし、悟空は追っ払ったな。これで術が解けりゃええが。芝生殿の指示による受信管は獣神の奪還はなったか。我らも力戦せねばな。誠にかたじけない。素晴らしきご活躍。意志を奪われ操られる、おぞましいものでした。お救いいただき誠にありがとうございます。まず鉄砲隊打ちかけ。人を切るのも切られるのもなし。そんな覚悟はいらないよ。ここは俺にお任せってね。かっこいいよね。
オロチの気配が世界を包んでおる。シンクス大きくなって帰ってこよう。わしは、この森と共にオロチを待つ。今、飛行を止めねばならぬ。このこと、疑いない。あなたこそ、唯一無二の強者なり。お見事です。敵が襲われるとは、面目に。手俺死の道を進むのみ。東水でお約束した通り、これよりは皆様とご一緒いたします。そうそう、しばらく妖魔のもとにおりましたので、いろいろな情報を得られました。ご期待くださいね。敵が強いけど新しい武器が手に入らない、そんな時は武器の錬成がおすすめですよ。一度は道をたがえた宝徳殿と、またこうして同じ道を歩めようとは。馬長殿、義に下ったそれがしを攻めぬのか。攻めるものか。再び同志になれたのだ。清涼にいた頃のように力を合わせ戦おう。